キンケア大臣、ヤスさんです。ギター、編曲、そして車と家を所有しております、ベツブリです。ホームページ更新兼スタジオ予約兼ボーカル、大地くんです。いや、いや、いいな、前回の自己紹介だけちょっと残してみたけど、いい感じになってるやん。いい感じになってる。むちゃくちゃもう出だしからねって言ってたけど。いや、言い慣れてないから、ちょっとまだ馴染んでないけど、これちょっと馴染ましていって、言うことも、ね、使っていけたら。永遠に馴染まって、指数えたもん。指より数えて言いたかった。噛み締めてない。ということでですね、今回は、ちょっとね、前回までは話盛るとかやってましたけど、はい、今回は、僕たちが自分たちで主催する、配信のライブの、はい、配信のワンマンライブが目前に迫ってますので、今日はですね、がっつりそれを宣伝する企画、題して配信ワンマンライブを宣伝するよまあちょっと優しく言い換えてるよな、するよーって言ったら、うるせーとかやね、やっぱり、するよーとか、よくそっと始めて、最終的に。ということで、9月の24日、木曜日に、僕たちは、はい、2度目やね、2回目の生配信無観客、はい、ワンマンライブ。画面の中からこんにちは、いっぱい曲を披露しまくる生配信ワンマンライブというのを開催します。ありがとうございます。ということでね、まあ僕たち、そもそも、まあ配信、ライブというものに対する意気込みとか、2回目ということで1回目見てくれた人もここが違うよ、初めて見る人もこういうところ楽しめるよっていうのをね、一個ずつ紹介していきたいと思いますので、はい、ぜひともご覧ください。超能力戦士ドリアということで、まずこの配信ライブに何を大事にしているかというか、結構いろんなバンドさんもすでにやってるやん、配信は。僕らも1回すでにやったけど、はい、まあその配信ライブって、いろんなやり方あると思うよ、みんな。でも俺たちは、配信ライブやからこそできるライブをしたいというか、今、これ普通にライブがなかなかね、お客さん満帆に入れてね、やれたりするの難しいから、普通のライブができひんから配信ライブしようっていう考えにもなってるけど、でも有料のチケットを買ってもらって見てもらうわけだから、仕方なくやるものを見てもらうのなんか違うと思うわけ、やっぱり。だから、配信ライブでしかできひんこともあると思う。お客さんがいるライブにしか語れないことももちろんあるけど、配信ライブにしか、配信ライブの方が有観客のライブよりも優れてることがあるわけよ。やっぱ映像の演出とか、カメラを切り替えて何かなってるとか、そういうのってやっぱりお客さんが入ってたらできひん演出やから、客席を使った演出とかももちろんそうですね。そういうのが、できるというか、僕たちは結構演出とかそういうね、そういう、ここだけじゃないけど、いろんな、普通に演奏するだけじゃないバンドやからこそ、そういうのをちょっと大切にしたいと思ってる。で、前回やりました、1回やりましたけど、1回目を見た人も見てない人も、2回目さらにバーアップしてますよっていうポイントをちょっと説明したいなと思います。まず1個が、僕たち、曲によっては映像にデザインというか、いろんなものが前回も出てきたんですよ。レモンが出てきたり、なんかダンサーの映像が出てきたりとかね、して、映像を駆使した演出をたくさんするんですけど、今回はよりそれの、素材がパワーアップするというか、前回は、あんまりその、関係ないけど、その曲に沿った素材が出るんだけど、イメージキャラクター、ビーチボーイとかも出てきたりとか、世界観もね、ちゃんと、ドリアンらしい。それ用に書き下ろしてもらったりもしたんで、すごいね、前回にからさらにパワーアップした映像の演出楽しんでもらえるかなっていうのがあるのと、もう一個が、カメラの台数とかも増えてるから、シンプルに演奏とかが、多分迫力増してるかなと思います。で、イラストとかが出てくる以上に、曲の、なんて言うんかな、あれ、ジェットコースターソングとかやってる、前回。やりましたね。王子くんが、緑のバッグの前に立ってさ、うわーってやって、その合成で後ろジェットコースターの背景になったりとか。リアルタイムに合成。そうそう、合成したりとか。ああいうのを、もうさらにパワーアップして、もうちょっと、これはちょっとどこまで言っていいかわからんけど、王子くんが。めっちゃ大変やんな、
えらいことになります。えらいことになります。どうやったんでしょうか、あれは。あの演出は。まあ、二度とやりたくないですね。今回がいいでしょ。そんなに、まあ、そんなに。それで、ね、準備も、かなり準備してるな、今回ラーメン。まあ、事前に取っとく、まあまあ、素材というか、そういうのもあったりとかして、すごい見応えたっぷり。そう、1回目を踏まえての2回目でな、しっかりの、まあ、準備期間だし。そうそうそう、なんかこう、な1回目をやってみてれば、ライブ、普通のライブもそうやったけど、やっぱりやっていくにつれて、あ、もっとここ、こうできる、こうできるなって気づきも確かに。だから2回目やけど、次。で、この3回目、さらに良くなると思うしな。もう言っちゃう、うん、まあ、もう言ってもらったら2回目もやる前のもう当然やけど、超えていかんとやっぱりなやめやなと思うんで、しっかりね、そこは行きたいと思います。あとまあ、もう一個やっぱ僕たちの配信ライブの特徴で言うと、そのまあコメントなり、ハッシュタグドリアン生配信っていうハッシュタグをつけて一緒にツイートしてもらって、まあ、会社で一緒に声は出さないけど、その会場ではやっぱりさ、声出してくれるけど感想とか直接思ってることって聞かれへん。でもハッシュタグとかコメントをやっと参加してもらうってなったら、なんかそのライブ会場よりも気持ちは分かるというか、確かにその声がさ、ね、一体感が劣るかもしれへんけど、お客さんがより参加してる感じにはなると思うかな。ただ一緒にそのハッシュタグをつけてね、まあその、まあ、アーカイブっていうのがあるから生配信は、はい、だからそれでハッシュタグを見た人がリアルタイムで8時からスタートなんですけど、そこから1週間アーカイブ期間があるんで、そこで、あ、そんな面白そうなんやったら買ってみようかな、見てみようかなっていうふうにね、なったりしたりするから、まあお客さんが宣伝対象みたいになったりもできるし、すごいそのお客さんのコメントをな MC 中に読んだりとか、そういうなんか普通のライブじゃできひん一緒に作り上げていく感が、なんかどっちかというとそっちの普通のその有観客のライブより強いんじゃないかなっていうのがあるんで、でもなんか他のバンドさん の, あのライブ配信ライブ見てるときに実際にちょっとコメントとかしてみたこともあるんだけど、なんかそれはそれで結構もう他のお客さんもいっぱい書いてる中に俺も書いて、なんかちょっと楽しい、そういうなんか一緒に作り上げてる感じがあるから、なんかそういうので、ね、あの楽しんでもらえたらというか、であのライブあのリアルタイムでやるんで、あのコメント読ませてもらいますので、コメントもツイートも読ませてもらってね、 MC でそれについて喋らせてもらったりとかもできたらなと思ってますんで、アーカイブももちろんあの便利なんですけど、あのもしよかったらリアルタイムで見てもらえたらより楽しめると思いますので、ぜひともねリアルタイムで見て繰り返し見るもよし、アーカイブで、ね、ちょっと時間つまわないわっていう人は、アーカイブでぜひとも見ていただけたらと思います。ちょっとあれやな、あのやる前の具体的なことがあんまり言われへんけど、まあ、これを見た後にで、あの実際配信ライブ見てからもう一回この動画見てもらったら、ああ、そういうことやったんやみたいな、あとあの曲もや、あの曲やんのみたいなのもあるしな、新しい曲だけじゃなくて、あるいつぶりにやんねんこの曲みたいな、これ、え、なんかこの曲変わったくないみたいなのもあるんでね、あの自主制作版からね、曲やったりとかしますんで、新しい曲ももちろんあるし、ぜひとも、9月24日、木曜日、画面の中からこんにちは。いっぱい曲を披露しまくる配信ワンマン生配信ワンマンライブが9月24日木曜日20時スタートです。チケットは1000円でチケットピアニで発売中ですので、ぜひともお買い求めください。以上、超能力戦士ドリアンでした。普通に終わった。まさにそうと見入れを主権が遠い一緒にバッバッさあ日本全国へ、ちょっと待って逆に考えてみてよ、ほらだって生配信ジェットコースターソロご覧ください。うわ、めちゃくちゃすげえやん、めちゃくちゃすげえ、すごいすごい、なんか
苦境してるけどすごい。全部見てる君の